うん、能力上げないといえど成功率低いな。でも、まあ、別にこれがまたいいっていうかね、うん、怪我しなければ、うん、根性。あのさ、もういい加減にしろよ。との E 組みたいになってんじゃん、あの暗殺教室。うわっ、おや何か落ちてるぞ、白いイタチの人形か。放っておきましょう、うん、なんでこんないきなり、なんで、はただいま、あれさっきと同じ、さっきのと同じイタチ人形があるぞ。なんでだよ、ほっといただろうが、ついてくんなよ。ガチ育成だったら仲間集める時間とかをあれか練習に割くのか。あーあ、やべ、まあ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 、うん、うわー、そう、閉鎖縛り配信やんなくてよかったわ、うん、まだおみくじイベントの中では緩い方っすよねこれ。あーもうイタチ持ってるからいらね、うん、だから、あ、危ねえ。ポルフィス欲しいけど、あ、やべ、ちょっと待って、大吉になっちゃった。ポルフィス来たー、あぶねえ。まあまあまあ、ついてますね、うん、ふざけんなよ。 OK、 よっしゃ、まあ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 、大吉でホルフィスだったら上出来でしょ。うん。いや、イタチの的に当てたので、もう持ってるからいらねえや。うわぁ。歪んだバット来ちゃった。最悪。まあ、いや別に。自ら、くっそ。歪んだバット、なんか強いバット欲しかったのに。なんか、いや、マイナスだ、むしろ。あ、ホルフィス消えたのか。あー。死んでくれ。なんでこんなに撃たれるんや。もう俺が聞きてよ。ん？なんだか足がかゆいぞ。しまった、足が蒸れたのか。お前さ、風呂入れよ。オッケーオッケー。危ねえ。あ、やめて。あのさ、何やってんのさ、どう？てかさ、あ、してかさ、パーポケ13のさ、味方さ、めっちゃエラーしないか。オッケー。だからさ、お前、おい、どんだけポートすれば気が済むんだよ。俺がお前らのためにさ、あんだけさ、練習し、てか、物質さ、きれいにしてやったっていうのにさ、勘弁してくれよ。ちょ、もうこれ以上取られたらガチきつい。もう内野前進するしかない。あ、これは、オッケーオッケー。え、だからなんでエラーするし走らせんだよ。うわぁ、もうやめてよ。サードとショートマジ何してんのこのチーム。どうだ、これ、オッケーオッケー、1点取れる、取れそう。ちょ、タックルしろ。この時代はタックルあるだろ。雨崎交代だ、頼りねえな。よしよしよし、ここ2点入りそう。タックルしろ、タックルしろ、セーフ。やります。コングロ開拓、ここまで互角の戦いを繰り広げています。ディー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 、うわー、何やってんだお前、いい加減にしろよ。エラーが記録されています。バッターはピッチャーの雨崎。俺の彼女最下、性格最高、まさに彼女。だから、お前さ、エラーだけやめろっつってんじゃねえけど、何回すれば気が済むんだよ。ここが映画館ですか？映画館なのこれ？なんか公民館にしか見えないんですけど、初めて。いや、子供の頃に連れられてきたことあります。こんなにひどかったんですね。
なんか後ろのなんか扉がさ、なんだろう、首相とかがさ、首相っていうか大統領とかがなんか演説に使うようなあの台にしか見えねえんだけど。あ、電気が。大丈夫だよ、ほら手を握って。あ、すいません。自然と楽しく過ごした。おい、やっぱ陽キャはね、そう、こう行動力あるね。うん、いや、ゆっくりやりすぎなんだろうな。うん、おかしいだろ、今 4% だったじゃん、格差マックスなのに。意味ねえじゃんこれ。ランニングした小宮君、具合はどうでやんすか。優しいおいらは見舞いに来てあげたでやんす。ふざけんなよ、もう。鈴音さんが、鈴音さんに見舞いに来てほしいわ。何これ、ハテナビデオ、エロビデオじゃん。あ、来た。失礼します。あ、お見舞いに来てくれたんだ。病院を探すのに手間取りました。いや、俺はね、この鈴音さんの病院イベントが見たくて、そう、まあ、怪我したっていうのもあるんですよ。うん、よかったね、こういったレアイベント見れて。うん、大丈夫ですか。君の姿を見たら良くなったよ。まあ、いかん、今度は悪くなってきたような気がする。よしよしよし、あ、やべ、取れ。え、何してんだお前。あ、絶対抑える。ああ、ボール球投げときゃ絶対あれなんで打てないんで、相手。 OK、 あのさ、もうそれだけやめろよ。あ、嘘でしょ。2-3、次の球で勝負が決まる。ギギキャッ。終わった。まあでもさ、どの道さ、結ばれなかったわけじゃん。うん、うぜえこいつ、ゴミが調子に乗りよって。腹立つわこいつ。権利を売っておけば少なくとも潰れることはなかったのに。ああ、負けてしまった。これで会社の再建も不可能だ。まったく、黒松もこれじゃ浮かばれねえな。ちょっとお父さん、お願いします、鈴音さん、鈴音さんが悲しんじゃうって。俺を島送りにしちゃったら、もうあんたのなんかその裏社会の力でなんとかし、なんとかこいつらなんとかしてくださいよ、ほんと。ていうか社長、黒松さんがどうしたんです。お前には関係ねえよ。それより自分の心配でもするこったな。その後は犠牲鉄所は倒産し、俺は幸せ島に送られた。まあさ、あの、これが静止なんでね。うん、そう、幸せ島に行くのが、まあ、正解なんでね。そう、まあ鈴音さんもね、なんだろう、鈴音さんと結ばれることはなかったけど、うん、こうやって何も言わずにね、うん、別れた方がいいと思うんですよ。お別れの言葉って言ったら言ったでね、悔い残っちゃうんで、うん、これが本当の幸せですよ。なんで女攻略するのに野球しなきゃいけねえんだよ。